佐川急便株式会社大阪サッカークラブは、かつて日本の大阪府大阪市を本拠地として活動していた佐川急便大阪市社の企業サッカークラブ。故障は佐川急便大阪 SC。大阪体育大学の OB たちによって1965年に創設され、1978年に北雪州菊団の名称で大阪府4部リーグに加盟した。 1980年代後半、大阪体育大学の二軍チームの指導を任された、上井秀隆は、選手たちを社会人が参加する地域リーグの中で競わせようと考え、当時の大体大サッカー部部長の仲裁により、北摂周気区団の監督に就任した。チームは当初こそ、大体大 OB 選手が主力だったが、すぐに、大体大の二軍選手たちにとって変わっていった。 1986年に関西サッカーリーグに初めて昇格したが10チーム中9位に終わり1年で降格した。その後、純粋に大体大の2軍選手を中心とするチーム構成に変わり、1989年にチーム名が大大周期区団に解消された。1990年に関西リーグに復帰すると2年連続で2位となった。関西リーグでの成績の結果、 全国地域リーグ決勝大会に2年連続で出場した。1990年は4位、1991年はジャパンフットボールリーグ圏内の2位となったが、大学側が昇格に伴う支出増加を問題視したため昇格を辞退した。同年限りでそぼいは、対大,大周期区団から離れてサッカー部に戻った。1997年に佐川急便大阪支社の チーム佐川急便 SC として再編され、1999年に佐川急便大阪 SC に改称。関西リーグで1998年から2001年までの4年間に3度優勝を果たした。2001年の地域リーグ決勝大会に優勝したことにより、翌年より日本フットボールリーグに昇格した。佐川急便グループでは2001年に JFL に昇格した。 佐川急便東京 SC についでにチーム目の JFL 参戦となった。2002年に JFL に昇格した後は降格することなく5シーズンを JFL で過ごした。2005年にはその年の JFL 得点王となった大坪広和が所属した。ラストシーズンとなった2006年は本大不 C 佐川急便東京 SC に次ぐ3位という、 クラブ史上最高成績を残した。2006年9月14日、ライバルでもあり、同系列の佐川急便東京 SC との合併が発表され、2007年度からは、滋賀県に移転し、佐川急便 SC として再出発した。佐川急便大阪 SC などは死者による公認のクラブという位置づけだったが、統合後は佐川急便のオフィシャルチームとなった。本拠地は、 長い第二陸上競技場と鶴見緑地球技場を併用していた。佐川急便東京 SC との対戦は佐川ダービーと呼ばれていた。佐川急便では死者間のライバル関係が非常に強く各地のサッカー部はそれに後押しされて強化が進んでいったという面がある。佐川急便東京 SC との対戦は JFL だけではなく毎年ゴールデンウィークに 佐川森山陸上競技場で行われる、社内大会、佐川スポーツフェスティバルでも繰り広げられた。選手たちは、佐川急便の社員であり、配送や、校内作業といった部署ごとの仕事を終えた後、15時から、サッカーの練習というスケジュールが組まれていた。サポーターの応援に特色があり、あえて、施設、応援団と称し、トランペットなどの野球風応援で、 JFL 名物となっていた、鶴見緑地球儀場長い第二陸上競技場、ありがとうございます。